いいえ、アメコスです。あ、絶対に笑ってはいけない高級焼肉。イエーイ。まあ、僕はね、実は結構仲良くさせていただいている焼き師で、焼肉の、店員さんがいるんですけど、あの牛水っていうね、まあ、結構有名な恵比寿であったりとか麻布にある高級焼肉店なんですけど、そこのレオさんというね、焼き師の方がいるんですけど、その方が、だいぶ香ばしいと。いや、大好きなのよ。そう、俺大好きだ。大好きなのよ。すごくないさ、高級焼肉のさ、肉よりも香ばしいし。ないからそうなんかね。焼肉はもちろんとんでもなくうまい。とんでもない。高級焼肉はとんでもなくうまいんだけど、焼肉じゃなくてレオさんに会いに行くために何回か俺らは足を運んでる。そうだ。めちゃくちゃね、いい肉使ってんのに、それよりも香ばしい。注射器入れてほしいけど、めちゃめちゃいい人なんだ。あ、そう、めちゃめちゃいい人なの。今回、伝わりづらいと思うんだけど、シンプルに俺らがツボなんで、この企画が組まれたから、結構心配なのよ。いや、わかんない。視聴者に伝わるかわからない。こういう、もう撮影で、ね、事前に言ったあるから、多分その、ちょっと演者っぽい感じで来ると思うんだけど、ガチなんです。普通にガチなんです。普段通りですね。俺普通にこの企画が通った時に、ここ1年で一番緊張してる。全てをさ、焼肉屋の人に任せてるところです。怖い。演者でも何でもないから。そうそうそう、ただの焼き師だから。で、僕らね、毎回そのどうしても笑いが耐えられないということで、今回は絶対に笑ってはいけないレオさんというね、いや、いいでしょ。マジで伝わるか分かんないけどさ、俺ら普通に撮影中とかにさ、レオだでもやってるやるのに分かるか分かんないけど、全然意味分かんないあんのよね。レオだった、レオが映っていたみたいな、分かんないと思うんだけど、このね、感覚をね、ぜひ皆さんに共有できたらということで、まあ、今回は、牛光の、恵比寿店に、お邪魔させていただきます、はい、こんな感じでね、記載の曲やってるんで、ぜひチャンネルよろしくお願いします。お願いします。今回の、ね、牛光もね、すごくいいお店なので、ぜひ皆さんも行ってみてください。それでは、レッツ失礼します。あ、お願いします。お願いします。今日は皆さんとご飯会ということで、よろしくお願いします。何歳でしたっけ？僕は今26です。26歳。はいはいはい。いつもありがとうございます。今日もいつも通りちょっと穏やかにクールに焼かせていただきます。ああ、そうですか。クールに。一口でクールで、堅実な男。ああ、ありがとうございます。そっちでお願いします。ドリンクから伺いたいと思います。ああ、はい。ジンジャーエールで。ジンジャーエール。ここでしか飲めないコーラか。ここでしか飲めない、いつものやつですね。はい、いつものやつで。僕、コークハイ。はい。コークハイで。はい。コークハイ。あ、コークハイ。かしこまりました。じゃあ、それでお願いします。はい、かしこまりました。いってきます。ここから、笑ってはいけないスタート。なんかもう疲れてるし、でもやってきてる。やってきてる。なんか今、ワンテイクみたいな感じでやりましたけど。で、わざわざ、あ、トロナー撮ってって言って回して、さっさと、カツさんの目標をかましてくれとかね。なんか、スマホ立てる、なんか、台みたいなのもらえたりします。スマホの台、なんか、なんでも置けちゃうのか見てる。なんか置ける感じ。あ、そうか。じゃあ、ちょっと使わせていただきます。あ、そうか。一応、カツサンドの台とかだったらあれですけど、大丈夫です。本物ですか？これはレプリカです。今日は一応、あのいつもいつも通りにイエスって言ってるんだけど、ちょっと気合が入ってくる。でも俺だけ今日はちょっとズルか。サングラスズルか。あ、ズルか。あ、僕は青春長の軽減するサングラスにしようと。ズルか。外した方がいい。まだ外した方がいい。あー、やば。この牛蜜全体がすごいもん。直令はやばいっしょ。直令はなしだよ。失明するおさるやろ。いや、本当に。罰ゲームだし。あー、罰ゲームだ。どうします？一番笑ったなっていうのをお互いにね、判定して。一番笑った人には、1週間、インスタグラムで、ね、レオさん風ストーリーって呼んでる。フォロワー減るって言って。普通に。だレオさんのストーリーと言ったら、基本的に会った有名人は、なんか友達みたいな感じであげるんで、俺の友達のチコカリーみたいな、そういう感じが、だから。レオさんもふざけてるから出したらね。あ、本気で一瞬で笑っちゃったりとかして危ない人いたらその場で差して一回止めて、一回止めて笑い判定もそこでちょっと基準を決めていかないと。じゃあ絶対に笑ってはいけないレオさん、スタート。あー、始まった。今から歯見せたら負けか。そんな食えない。白い歯見せたら笑ってもいいのに。そしたら別に手にめっちゃ笑ってたから、めちゃめちゃ歯汚いから笑って。白い歯だ。黄色い歯だ。動画用の愛想笑いしちゃった。普通に何してんだろう。ファファファ。ちょっと今炎上しちゃった。俺この前、ね、おばあちゃんとお母さん連れてきたの。うん、そうや。そうや。レオさんがめっちゃ控えめだった。親の前だ。親の前さすがに控えめ。多分親の前で緊張してるのか恥ずかしかったのか分かんないけど、説明の時何言ってるか分かんない。声小さすぎて。おばあちゃんとか耳遠いから絶対聞こえてる。
ないです。そんな唯一聞こえたのはチコカリーとの時に、その喋ってる間にも言ってた、山田さんのお肉と俺チコカリーとチコカリーとおばあちゃんにたまんないですよ。おばあちゃんにたまんない。お願いします。はい、あー、びっくりした。炭酸でちょっとストローがピンってなっちゃっていいですか。あー、ちょっと残ってます。いや、ナイスキャッチ、おい。こちらジンジャーエビになります。コーラが2つですね。で、こちらが効果入ります。ありがとうございます。あー、いい。皆さん、ありがとうございます。そうっすね、じゃあ僕はちょっと拳で、拳で、じゃあ今日は素敵な夜に、素敵な夜と僕に、乾杯。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いや、ごめん、笑ってるわ。もっと無理よ。いや、笑いを超えて泣いちゃってるやん。なんかしようこんな感じで、なんか食べてるみたいな、絶対考えてない。今からもう一人スタッフが入ってくるんですけど、そいつが僕の地元の友達でめっちゃ青森弁やばいやつなんで、はい、そいつも連れてきます。今のも入ってくる。今のこの裏側もレオさんの重要ってことだよね。失礼いたします。お待たせいたしました。あ、どうも。失礼します。うわー、うまそう。一品目がですね、うずまよウニユッケというユッケになっております。うまそう。当店自家製のユッケと合わせてもらって、で、しょっぱ背中が入ってくるという感じで。そうです。あと真ん中からこう割っていただくと卵も出てくる。あと真ん中からこう割っていただくと卵も出てくる。あと真ん中からこう割っていただくと卵も出てくる。あの映え写真撮れるじゃん。すごいなまってるね。すごいなまる。そうです。写真どこですか。同じ地元です。あ、僕の同級生です。同級生地元の同じでしょ。こういう人だってエピソードってなります。いや、じゃあいやブイブイ言わして。おいおい、後半で無口で来るって言ったら人かけらもないですね。いやショートコントって感じ。すいません、ちょっと僕の。あ、ありがとうございます。で、こちら、あの下が当店 の, あの鹿児島県産の和牛を使用したユッケになります。食感のアクセント楽しんでもらうために膝の玉に入ってるんです。こちらの下のお肉がひき肉です。ひき肉です。ひき肉です。やってないよ。もうやったよ。いつも通りで。あんまりカメラとか気にしないから。なるほど。レオさん緊張してるか。あー、それそうですね。うわー、あー、レオだ。レオがいた。これはひき肉より有名。それからこうだ。そうレオだ。立てだったら面白いよね。横うまいよです。いただきます。いただきます。うま。味はちゃんと美味しいんだよな。味はただ、僕がいや、ほんとレオさんがありのありで、レオさんが美味しくしてる。結構あのさっきの青森のやつも僕が友達のパックとか来るときは絶対よくです。こちらのお肉なんですけど、定番ネタみたいな。ちょっと喋れます。こちらのお肉なんですけど、ありがとうございます。お父さん、俺の中学校の先生。ありがとうございます。ちょっと聞いたら10時になりました。めっちゃ届くんだよ。いや、すごいね。最後にいる。いや、お父さん先生よ。喜ぶっぽさもないな。あ、わかる。自分のフィールドに入ったら嬉しくて、やっちゃう感じからさ。得意なね、自分の得意なフィールドに持ってくる。痛いよな。お腹笑ってるけど、何か目を誘われないと嫌だな。美味しいんだよ、めちゃくちゃ。どうしようもなく美味しい。めちゃくちゃ美味しい。焼き師がいるってのはでかい。いい素材をいい状態で食べれる。失礼します。お、うまそう。お次がですね、牛蜜特製のトロタクユッケ寿司でございます。トロタクユッケ寿司。上サイドのりパカッと巻いていただいて、あのこれを。そうです。これもさえないと思う。カットくらいできるだろう。両サイドをこう噛んでいただいて、できるよ。でこう持って、そうです。いいよ。そうなの。
これは自分で巻くから。あれよ。おお。すっごい量だ。レオが食べたら僕自分で巻くんだよ。自分で巻きなさい。そうだもん。みんなが食べたら見た目でゲームも気になる。あ、すごい。このサクアンの方がシャキシャキしててめちゃめちゃ美味しいです。一応その前行った時も食べたら無理にとかないよ。無理とかなくてもいい。この食べたらじゃない、これで食べたらレオの話じゃない。レオがいたらレオになる。これやっぱりいいなのかな。これマジすごいっすよ、存在感。あー、ライオンが、あ、カブキだじゃん。カマキ、カマキ、カマキ、これでしょ。大きくいって、みんな痛くて一緒だ。これ、こっちが大事だと思う。でもなんかこう、こうじゃない。こうして、はい、こうじゃないんですよ。ああ、これ全然違う。これ全然違う。ああ、絶対こっちだ。小指の、うん、これはあのチェンジアップができるんですよ。チェンジアップ投げるよ。まあ、とてもチェンジアップ投げる。なるほど。急にこれだったら投げれない。いや、投げる。まず、ね、これじゃないとチェンジアップが投げれない。実は投げちゃってるんで、それ届いてるから、レオンとかですよ。あなたの心もチェンジアップ。愛が。全然関係ってなかった。あなたの心もチェンジアップどうですか。お前悪いな。え、焼肉楽しんだって笑っちゃいけないお仕事だから、悪くするでしょうか。じゃあ悪くするとじゃん。嫌くする。今日なんかすごい全然違うじゃん。いつもとマジで違う。完全に絡まってる。でしょ。いや、どう考えてもしたっていい。そう。チンジアップ。ちょっと言い方。ファイブだろ、これは。面白いことするのになっちゃう。いや、本当になってるよ。だってもう、これは盛り付けて。あ、これ、チンジアップ。前らもよくない。振ってるやん。違う違う。チンジアップだからどうですよね、みたいな。なんか雰囲気が底辺 YouTuber っぽい。わかるわ。なんか、あと先からちょっとやっちゃったみたいな。とりあえずね、踏み切りだけ早くやるんだけど。これなんか残したし、YouTuber になってるわ。マジでいいお店ですかね。今、ごめん、一番かった。今、何だったっけ。あ、お店だったの。そうです。そうです。その、これで出てきたせいで、もう味を覚えてます。今思い出せるのこれしか覚えてない。何か、美味しい食べ物がこれで出てきたってことになってる。おお。こちらがオレンジジュースです。あ、コーラです。あ、そうだ、美味しい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。間違いにしてはありえないし、保険にしては弱すぎるし、何も間違ってない。あの人と関わる人を考えた方がいい。俺マジであの人まだ助かると思う。悪い友達と関わったら、こっちに出てきたりするじゃない。そうだな。リオさんとか、あリオ君のチームなので。そっか、俺は本番の先輩ね。主任。え、ちょっとどうぞ。リオ君のボンバップとか言った時もさ、リオ君、レオさん。ちょっと中にいます。リオ君もあの人はマジ尊敬するし面白いしかっこいいっていうふうに言ってない。あ、そうだ。前レオさんとさ、俺が一回見に行った時にコムッとユータをお店の前で見た。え、その時にコムッとユータ君と目があったのに、ユータ君も俺がアパレルの人って知ってるから目があって簡単に会話したんだよね。2秒を目が合って通り過ぎただけど、もう10分のエピソードにしてた。え、知り合いとかってそっから仲良くなったりしたの。あ、インスタフォローされてて、それは知ってるよ。話しゆうたくんは俺どこか見て分かるゆうたくん、山田くんとは俺同じにいるやつ。ミスター俺もそう思う。失礼します。最初の塩肉。うわー、うまそう。こっちに出しました。うまそう。うわ、すげえ。それはうまそう。レオンが焼き石なんですよね。そうです。焼き石がいいのすごくない。一番いいバランスで焼いてくれるわけですよ。そうでございます。牛タン、片面は結構カリカリに焼くんですよ。
この片面はあまりこう若干焼き色がつけてるのにして、表と裏で食感の違い楽しんでいただけるようにいただきます。牛タンはこう焼いてると表面に水分が出てくるんですけど、ロースターの火がパッと上がってくるんですよ。それが結構低いぐらいですね。はい、低いですよね、姿勢もなんか。左手は後ろに。あ、後ろなんですよ。ちゃんとこう、みたいな。こうやってやっちゃうともう、顔が入っちゃう。確かに。これだけはトング長めに持って、こうリクスペクトパタロなんですよ。おお、なるほど。なるほど、なるほどって。もう理解しない。こうやって、こうやって。なるほど。あれ、リオ君と仲いいんでしょ？あ、そうです。親友だよ。親友、まあ、僕も結構長いと思ってるんですけど、連絡全く返ってこないです。じゃあ、ひっくり返していいの？はい、お願いします。うわー、海外だ。うーわ、いただきます。うわ、お、なんで焼き肉だけはちゃんと美味しいんだろう。これ一回やっぱ、腑に落ちる、すべてが腑に落ちる。これプラマイ取ってるってことだ。これもう焼いた方がいいよね。ほら、焼肉キングの癖が取れなくて自分で焼くやつだと思うし。じゃあ最後はですね、こちらのシンシン焼かせていただきます。モモとは真ん中ロールですよね。パンダの名前ですか。パンダの名前ですか。なるほど、じゃあ行こうか。おお、出た。おお、繊細なんだけど、出たけど、やばくね。おお、うまそう。うわ、おった、一気に三枚折りだ。うわ、どうぞ。うわ、え、じゃあ忘れてた。今あれ下からのパターン忘れてたでしょ。で、お肉こちらで、塩肉は以上となりました。次、カツサンドのお餅。うわ、楽しい。ありがとうございます。これ正直な話、コースとかで人が入ってるのあんま好きじゃなかった。個室なのにさ、喋ってんのに入ってくるじゃん。トーク止まる。そうそう、一回止まるんだけど、レオスの方がいい。わかる。止まっちゃったからですが、一応会話が止まる。トーク、会話が止まる。議員からすると、トークを回してるところの間に入ってくるのが嫌だったんですね。三沢リズム崩れるから、議員のリズムがありますか。すごいね、やっぱここで回してるもんな。お待たせしました。ありがとうございます。りょうさんの経験人数って言ってもいいですか。経験人数ですか。経験人数だよ、途中で収まるぐらい。本当ですか。そんなわけなくない。あ、でもこれ数字じゃないですよ。ただカットするだけです。何それ。3なわけない。3なわけない。マジ、片手のスマイルおかしいっすか。嘘っす。嘘っす。飲食店だったの。あ、そうか、そうそうそう。今聞くのは俺が愚問だったんですよ。さすがに愚問すぎるわ。はい。いいね。絶対使おう。絶対使おう、今。めっちゃ笑っちゃってる。めっちゃ詰まって、今から絶対使おう。めっちゃ笑っちゃってる。ワイドライドツアー。めっちゃ大きい。あ、焼いてくれる。網交換だ。網交換だ。お前よく、一大イベントでできたのお前らだ。うわ、網交換だ。やば。どうしないで、どうしよう。今、2人揃って。そうなんだ、そのザッツだから。バイトするし、誰でもいいけど。お前らなんか、網交換だ。やっぱ、言わない。じゃあ、デーモンマネージャーに気になって、ミッキーあるんですよ。お、ミッキーだわって言うよ。ミッキーだわ、言うよ。普通の人だと、まさかよ。ミッキーが何かしたら、わーってなるんですよ。デーモンさんが網交換しといたら、わーってなる。はい。うわー、しゃ。お待たせいたしました。清水名物、ヒレカツサンドでございます。おー、ありがとうございます。うわ、すっごいいい匂いする。で、こちらちょっと、清水流のカツサンドの食べ方がございまして、こちら後ほど、食べとるうちのスタッフのことをちょっとご一緒にご説明させていただきますので、はい、あのこちらの食べ方なんですけども、あの横の方から食べるんじゃなくて、あのこういう風に持っていただいて、で真ん中の方から食べるとこの歯の部分、肉のところが当たるので、より肉汁がたっぷり食べれて、その美味しい。先ほどおっしゃってた通り、線が入ってますので、かなり持っていただいて食べていただくと、一番最初上の歯に当たるのがお肉とパンから。タコなし。あ、それ正しいんだろうな、そうだな。いただきます。匂いすごいな、めっちゃいいな。うまっ。これおかずにご飯。
え、そこにすごいな、めっちゃうまいな。レオさん的に誰が一番笑ってます？どうすか、ジョニーですかね。わぁ、ジョニーだ。ジョニーか、ただジョニーですか。じゃあレオポイントでプラス1です。じゃあプラス1でプラス1でプラス1。アドボニーですかって言ったら答えたい。僕はアドボニーじゃないです。じゃあアドボニーですかって言ったら答えたいかな。おめでとうございます。これどこでしょ。こちらはユズベースの商品。ユズベース。ユズと何ですか。ユズをベース、ユズと何っていうね、ユズベースの。ユズがベースにやる。成分が見てたらなんかある。ユズソース。ユズソース。ソースです。とにかくこちらで以上となります。ありがとうございました。結構この人だろう。何回目ですか。カスタードのさ、そのさ、いや、カスタードスタードっすよ。これ言っちゃったし、笑っちゃう。噛んだだけで笑うっていう。え、ちょっと待って、噛んでない。噛みすぎてるけど、噛みすぎて逆に噛んでなかった。完全に違う、カスタード。本当に別の名前言ってるのね。じゃあいい。噛みすぎて、もう全く違う言葉喋ってる。じゃあ、訂正しますわ。カツサンドの横のパンが美味しかったよね。カツサンドの横のパン。カツサンドの横のパン。やった。やっぱ韓国人日本語訂正されてね。だけにやっぱね、一番日本語変。なんかやっぱりカツサンドの横にパン見えてる。カツサンドってパン含まれてる。カツサンドよりも美味しかったんですよ。カツサンドの横に何か食パンでもあったんだ。で、それがカツサンドよりも美味しかった。カツサンドのパン。横っていうのはめっちゃ美味しかったんだなと思って。カツスタードの横のパンをって言ったら2、3分かかっちゃう。カツスタードの横のパンって言ったら2、3分横になっちゃうよね。カツスタードの横のパンはもう別の話しちゃってる。全然別の話しちゃってる。パン屋の作る段階の時は完全に違う話だ。お前一なんだ。いや今のはもう結構知ってるよ。俺ぐらい行ってるんじゃない。でここで3人結構行ってるやっぱり。シミツ特製ビビンバをお持ちいたしました。うわうまそう。で、こっちの方が好きそう。好きっす。好きっす。好きっす。ちょやばいやそんなこと。やべよくやらない。今ピニューやられたと思ってやり返せる。好きっす。好きっすみたいな。やりすぎない。やりすぎだもん。間違いないし。そうだよ、すごいよ。大事にしたもんね。食べていいですか。どうぞ。いただきます。うわ、すごいわ。うわ、うまっ。みんな今ゲーム中で気づかなかったんだけど、お前らこう見てる時にすげえサービスしようとしてる。レオのピンクとかいただいてよ。うわ、キモちょっと失礼。笑ってるわ。笑いすぎも悪くあるだろ。めっちゃ弱いんだろうね。多分編集見たらめっちゃ弱いんだろうね。こうやって一番シンプルが一番おもろい。さあ、今までやってたのに、さあ、今一瞬って流れてる。僕が一番おもろいわ。曲。はい、ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。確実に想像以上の満足度を与えてくれる牛光なんですけど、まあ誰が一番笑ったか、まあレオさんも含んだ、はいはい、ちょっと指差しでいこうか。あ、いくよ。せーの。うわ、え、ファーストこれだ。レオさんポイントで3人だ。うわ、2人だ。いや、レオさんいなかったら2人だったけど、レオだ。いや、本当に私が泣くほど笑ってるからね。こいつだわ。ずっとなんかコンスタ
た後にクスクスみたいなの聞こえてたんだよね。ということで、じゃあ、まあ僕がね、1週間そのレオさん風のね、ストーリーを上げて格付けしてね、格付けしますし、ということで、まあ今回お世話になった牛ビーツさんなんですけど、なんか今回コースがあったんですね。そうです、新しくできた横浜牛ビーツが2周年記念して、はい、レビース、はい、銀座で横浜、横浜2周年記念したコースが8800円で飲み放題付きで、これ安い。そうです、最初のルフマユルケから始まって、だって、勝つだけで相当値段しますね。そうですそうです、当然フロアでの一応サービス料というものが、はいはいはい、つきまして、で、そちらもこれですと若干サービス料は乗るんですけど、うん、8800円になってます。いや、これ絶対デートとかで大学生でもちょっと無理していけるお値段だし、絶対行ってほしいです、ぜひね。ありがとうございます。指名ってできるんですか？僕のアカウントに DM いただければ、あ、じゃあ、ぜひご予約お取りしますので、お待ちしてます。じゃあね、ぜひ皆さんも牛蜜来てみてください。それでは、次のところで、ブー